カタール、エクアドル、セネガル、オランダ、なんかアフリカ色強い感じなところにオランダがいる感じだ。どうですかセルジオさん、確率としたら、まあ、オランダ上がってくるよ。まあ、オランダはねこれ、まあ、筆頭でいいんじゃないですか。要するに実力あってシードされた国に入るから、だいたいこのところには、まあ、勝ちやすいというのがあります、ありますよね。あと今までのオランダと比べると、なんか世代なのかわからないですけど、なんかすごくチームがなんか仲良しっぽくって、なんかチーム今までのオランダってなんか絶対どっかにトラブルが多かったんだけども、今回はなんか若いのかな、なんか世代が変わったのかな、なんかそんな気配もするんで。ちゃんとしたビッグクラブでそれなりの活躍してますよね。そうですよね。バルサに行ったり、まあ、常連のね、オランダのサッカーっていうのはね。そうですね。一時ちょっとベテランがずっとやって、うん、ちょうどそこのところでちょっとワールドカップ予選負けてるけども、もう一回やっぱり若い選手が出てきて新しいチームになってますよね。ですよね。まあ、もともとあのオランダってところは若い選手を育てるのがうまいというかね、うん、そうですね、その若い、いい選手を育てるのはあの小さい国でうまい国だから、しかもストライカーが過去何人も出てるんで、そういう能力っていうのはもう国自体あると思うから、まあ、いい方向に出てきたなという部分ではすごくいいグループに入ったでしょうね。入ったね、うん、まあ、ここでやっぱり予想的にやっぱりどうしても上げなくてはいけないじゃないかなと、うん、次がな、そう悩むのはね、カタールいるからね、もうこの辺をカタールって今日言ってたんだけど、もう何回使うかな今日は、うん、けどもさ、ホームで途中で消えたら盛り上がらなくなりますからね。まあ過去にはあの南アフリカ大会で南アフリカだけですからね、開催国が大体開催国は予選は突破してる、ね、突破するんですよね。だから日本も、はい、日本もそうですし、相当プレッシャーあったけど、韓国もそうですし、そうですよね、あとロシアもそうじゃない。そうです、だからあれだけですよ、南アフリカだけですよ。ああ、そう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 、はいはいはい、南アフリカ大会で南アフリカが予選落ちと、はいはい、ということでね、1回しかないから、まあ確率からいってカタール入るのかな。そうですね、まあ結構長く準備してるし、まあアジアの中で成績とかアジアカップとかいろいろ結構優勝したりいろいろあるんだけども、最近こう練習試合ってどっかでやってるとか、それあんまりニュースが情報が入らない、情報が入らないよね。多分帰化作業でしょ、長いよねそういう、こう、うん、だからどういうメンバーが来るかわからないし、逆にアジア系のチームと戦うよりもヨーロッパ型のチームとか南米型のチームと戦う準備をしてるような気がするんだよね。なんかあの外国のそのまあ帰化選手も含めてそういう準備をしているような気もなんとなくするなという、ね、初戦はカタールはエクアドルでしょ、でカタールが勝ったらチャンスが出てくるし、エクアドルが勝ったらエクアドルでカタールがもう脱落するという、多分1試合目の勝負じゃないですかね。ですね、僕じゃあカタールに上げていきましょうか、ここね、うん、まあ、ホームの利ということで、もしかするといろんな意味でカタールは手を尽くしてくるでしょうから、まあ、あの松木さんカタール行くんでしょ、それ上げといた方がいいと思う、ね、もう空港で止められるかもしれない、ね、やっぱり、まあ、イングランド独走っていう感じですね、うん、まあ、あのグループ A とあんまり変わらないという差がありますよね、はい、イングランドが、ね、うん、イングランドがね、これ一緒だね。こういう時のどうなんですか、イランとか、うーん、今アメリカの方がいいか、アメリカの方がいいかもしれない、ね、アメリカ、ウェールズの方がいいのかな。ウェールズはだってほらベイル頼みって感じあるからね、あそこの国はね、なんかいい試合はするんだけど、なかなか点取れない。これプレーオフで上がってたんだよね。プレーオフで
そんなに圧倒的に強くなかったんだね、うん、やっぱりベテランのベールの個人技で、あのすごいフリーキック蹴ったけども、確かにすごかったよね、あれ。チャンス相手の方があったっていう、うん、相手はチャンスあった、そうそう、まあ、環境的にね、感情的になってたから、うん、だけどあれウクライナあそこまでね、ここはもう僕はあの行けたと思ったよね、うん、イングランドと、社会面でイランとアメリカの試合も見たいよな、あれな、それサッカーじゃなくて社会面、これよくグループ一緒にしたね、アメリカのワールドカップ行けなかったよね、そう、アメリカには絶対入れないって、アメリカの大統領が言ってたんだ、アメリカには絶対入れないって、もうそんなのあんのかなと思ったけど、いやー難しいね、どうですか、アメリカにしますか、そうだね、次のワールドカップの準備として、そうですね、アメリカ、そうですからね、うん、アメリカだな、イランがどうかなっていうけども、うん、俺もアメリカだな、アメリカって結構ね頑張るんだよね、ファイティングスピリットがあるから、その国のチームになるとなんかガラッとやっぱりこう戦うんだよね。クラブでバイエルン・ミュンヘンとかバルセロナとか、まあ、そうそうたるの代表よりいいメンバー集まってるから、うん、そう、まあ、ゴール前で仕事すりゃいいっていうね、仕事だからね。僕はねデンマークのあのヒューメルっていう会社と長いお付き合いしてるんで、デンマーク入れとこうかな。ノムスカイシースタイルをメオカナオ。